どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。それじゃあ続きをやっていきましょう。パリーグ公式戦続きです。今度は楽天戦、白木先発、どうしようかな。出番はどうしようかな。じゃあメヒアでいこうかな。エリスはちなみに2割8分6、2本6打点、2割6分7、1本2打点と、未だ成長を続ける男メヒア、見ていきましょう。まだ考えてみたらホームでも1試合はしてねえな。1試合もしてないから、ちょっとそこはまあちょっと今後に期待だね。したいのは山々なんで、いきましょう。東北楽天ゴールデンイーグルス対阿蘇木工業ワイパンズ。藤平翔馬覚醒したのか。そうかそうか。さあ、まもなくプレイボールです。プレイボール。ワンアウトランナー一塁という場面で頼れる助っ人メヒア。おう、ナイスバッチ。なんか俺の知ってるメヒアのバッティングじゃないけど、まあいいさ。メヒアナイスバッティング。よし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 、いいぞいいぞ。リードで迎える2回です。ワンアウトランナー一塁という場面で頼れる。いったー、せいやー。これはこれはメヒアですわ。よしよし、いいぞいいぞ。リード稼げ。7点ぐらいリード欲しいよ、うちの投手陣。よく言われてるからね、うちのあの視聴者さんには。なんかこう、うちの打線は、うちのチームは投手力不足が深刻だと。あー、ラッキー。エラーエラー、やったぜ。ヒットなんだ、やったぜ。あれ、これスリーベース出たら、これサイクルヒットだぜ。メヒアの足じゃ無理か。まあでもナイスバッティーだね。ああ、ほら来た、やばい、2点差、余裕がない。さあ、おお、投球はこれから3球目。危ない球。ちょっと投手力不足が否めないからな。あー、打ち上げちゃった。残念。よし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 、勝て勝て勝て。ナイス。そう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 、そうだよ。1試合10点点取りゃ負けることはないから、それでいこうよ。ちょっと、危な、ほら言わんこっちゃない。メヒア大活躍。よかった、ヒヤッとしたよ、本当に。勝ったぜ、いいね。八木3セーブ、おしやき1勝、やったぜ。ギリギリまで投げたんだ。じゃあ、おい、よかった、すごくホッとしてます。スキップ、現在2位。そして伊能先発。あー、ダメだ。うわ、さよなら負けかよ。ヤギで負けたらしょうがねえな。はい、それではさらにスキップ。勝ち越せ勝ち越せ。あー、大敗。野原が勝てねえ。あー、くそ、ダメか。野原いっぱい。メヒア3号でもいいね。あー、しょうがないな。あ、来た、ついにホーム戦、待ってました。なんか全体的にチームの調子が悪い気がしてならないんだよな。石橋でいきますか。注目、なんだかんだ成長してきてる彼。ポストの中を狙ってほしい。頑張れ、俺は期待してるぞ。1番2番がどれだけヒットで塁に出るかだからね。でそれで3、4、5のこのなんだっけ、メヒア、エリス、西海、略称か、略せないかな。 MES か、メス、メス、MES 打線、なんか響き悪いな。
あメヒエリウミ、なんて言うんだ俺は一体なんかちょっといい感じのなんかこう名前が思い浮かんだか、あの視聴者さんコメントください。現在勝率5割ですからね、ちょっとしっかりとこう頑張ってもらいたいね。ああ、ちょっとやばいか。ああ、な2点差、2点差。いや、わからん。本当に期待してるんだから。おおおおお。あっちゃ惜しい。強振だったら入ってた。うちの球場狭いんだから入ったべや。おあるぞワンチャン。マジで期待してるから本当に頼むよ。ナイス、いいね、堀をやるよ。さすが足を生かした盗塁だね。正面か、あーくそ、もったいない。追いつけ、あー誰か点差。惜しいなあ、惜敗。諸星2号。まあやるやん。それはそれで。若すぎで、若すぎ勝てないのきついな。能力上にでは申し分ないのに。生沼。いやー、ダメか。やばい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 。生沼いっぱい。くそー。西海2号。はい。それではスキップ白木、日本代表白木勝てねえ。2-1、メヒア4号、野中1号。よく追いついたよ。でもまあよく追いついたというかよく1点返したよ。やばいなー、ちょっとこれは。そしてゾゾマリンへ行きましょう。千葉県、あーこれちょっとやばいな。の中でいきますか、出番。一人だけ好調だから、ちょっと俺はそこを期待したいところあるんだよね。基本的にチームの調子が悪いんだな。だからかもしれない。いや、それでかいな、結構。チームの調子が悪いっていうのは正直よろしくないからね。さあ、行きましょう。はあ、噂は対伊能か。さあ先頭、あでも首位なんか一番バッターが2割3分3厘はちょっとシャレにならない気がする。まあでも言うてね、でも最短打を持ってる男だから俺はね期待したい。よし落ちろ落ちろ、オッケー、先頭出た、いいよ、先頭出たよ。今宮もよく見たらロッテにいんのけ。なっちゃー、よし、あ、ダメか、アウト？マジかよ。うーん、1点が、あ、チャンス、これはでかい。バカたれー、戻れ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 、バカ、何してんだ本当に。超えると思ったのか頭を。あー1点差、これやだよ、感すんな。いやー、上沢から打つのはきついぞ。ちょっと忘れてた、野中三振持ちだった、これ嫌な予感がする。ああ、つつダメー、いやーきついな。ターニングポイント、どれぐらい今、一塁ランナー一塁、あマジでラン入れ替わるぞこれ。打てたらマジで試合変わるよ。いった、これはいった、きた、よし、いやこれは最短な男ですわ、日本代表、これは日本代表ですわ。いやこれは熱い、ここぞという時にやってくれる男だからこそだな。
よし勝った。はい、ヒーローの中だろうと思った。やりました、よくやった。マジでマジで熱い。これはよし、ヤギ4勝 4セーブ、稲田2勝目、中継ぎ陣が勝利を収める。連敗トンネル脱出、長かった。それではスキップ。野原絶好調の中、野原勝った。よし、野原1勝、やったぜ。じゃあそれでも6失点か、まあいい。西海3号いいね、打ってるよみんな。やった、連勝した。これでロッテ戦勝ち越し確定か。現在5位か。それでもまあしょうがねえな。お、いいぞ、調子上がってきたチームの。よし3連勝、やった。お、9回に逆転したか、かっこいいね。西海来た。西海乗ってるわ。西海のツーランが出た。これえ、白木ピーク今が、そうですか。あーやばい、中杉のドン加山さんが落ちてきた。寂しいがしょうがない。ということで次回いきましょう、お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。